スタートアップ投資 TV。 はい、スタートアップ投資 TV の、ガゼルキャピタルの石橋です。今回はですね、F ベンチャーズの諸角さんにゲストとしてお越しいただきまして、いろいろとお話を伺っていきたいと思っております。まずはですね、諸角さんの人となりも知っていただくために、ぜひその学生時代のお話とかいろいろと教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、F ベンチャーズという福岡をベースにしたベンチャーキャピタルなんですけれども、もともと福岡出身なので、今福岡を拠点として活動しています。東京、福岡を中心に投資を、している会社ですね。今35社ほど投資をしているんですけれども、もともとは別のベンチャーキャピタルで働いていて、サムライインキュベートという、シードの VC なんですけれども、2011年頃から、サムライインキュベートに、最初はインターンとして入りまして、そのまま新卒入社して4年半ほど働いた後に、自分で今独立して、今ベンチャーキャピタル活動しているところですね。2011年当時なんかでいうと、はい、まだまだそのベンチャーキャピタルであったりとか、スタートアップも今ほど盛り上がっていなかったと思うんですけど、全然いなかったですね。どういう流れで、しかもインターンで始まって新卒で入社するって結構な意思決定じゃないですか。そうですね。どういう流れだったんですか？当時はほとんどそういったベンチャーキャピタルでのインターンってなかったんですけども、もともとインタビューメディアを自分の中で作って、いろんな IT 起業家にインタビューさせていただいたんですけど、自分自身が経営者になりたくて、大学生なりになんかいろいろやんないといけないなという危機感を持って、経営者と直接会って話をすることが、自分の中では経営者になる近道だと思ったので、そういったメディアを作って、それを口実に会いに行くと、いろんな経営者会ってくれると思ったので、そこで一人榊原さんっていう方に、お会いして、そのまま榊原さんが作ってるサムライインキュベートっていうベンチャーキャピタルが当時設立1、2年目ぐらいだったと思うんですけど、そこにハイヤーしていただいて活動を始めたのがきっかけですね。サムライさんに新卒で入った時ってどういうお仕事から始まっていったものなんですか？ね、イベントが中心で、年間200回ぐらいイベントを開催してたんですけど200回、本当2日に1回ぐらいですね。はいはいはい、気狂ったレベルですね。休みもほとんどなくて、まあ独り身だったし、何もなかったので、大学もほとんど行ってなかったし、それだけ時間があったので、暇を持て合わせてたので、そこからだんだん、ね、いろんな人脈もできて、この業界もよく知ることにできるようになってきたので、そこから自分で作った企画をメディアに流したりインタビューしてもらったり、あとは大企業さんもイベントに来るようになったので、そこから大企業とベンチャーのマッチングをしたりとか、企画から運営から広報まで全部自分でやってました。ベンチャーキャピタルとして独立した理由であったりとか、どういう背景があって今の F ベンチャーズに至ることになるんですか？そうですね、自分の中では手前までには挑戦したいなと思ってて、20代のうちに何かしようとなった時に、周りでもベンチャーキャピタルってすごい増えていってて、なるほど、このタイミングであの知り合いが作った VC があるし、あ、じゃあ自分もできるんじゃないかっていうふうに考えて、そこから自分で考え始めたっていうのがきっかけですね。当時ベンチマークしていた若い独立した VC さんとかでどういったところがいらっしゃったんですか？そうですね、当時はスカイランドの木下さんとか、アンリさんとか、あとはテルマとか、そういった独立系 VC が続々と出てきたので、参考にさせていただいた面もあります。もちろん VC 立ち上げて忙しいとは思うんですけど、東京にいることと福岡にいることどっちの方が多くて、今は月半分ぐらい福岡、東京行ったり来たりですね。普段休みの時とかって何やってるんですか？休みの時は今結婚してるので奥さんと、時間を過ごしたりしてますね。なるほど。あとは、奥さんも時々、なんか予定があったりするので、その時は自分一人で読書したり、仕事したりしてますね。結局仕事になっちゃうって感じなんですね。そうですね。結構なんかインターン生の人も、多くいらっしゃると思うんですけど、インターンが今10名ほどいるんですけど、いろんな事業も見させて、企業を輩出するようなインターンっていうのをすごく心がけてるんですよね。何も経験のないような学生でもインターンとして採用して、VC としていろんなイベント行ったりとか、自分たちで企画を作ったりしていくことで、より VC 目線、投資家目線も分かって起業できるので、一番起業しやすくなると思うんですよね。
登リモンっていう学生向けイベントでも、うんうんうん、この中でインターン採用したりもしてますね。ちょっとぜひ次回にですね、そんな諸住さんが立ち上げられた F ベンチャーズさんであるとか、本当に今お話しいただいた、じゃあインターン生からどういう人が、起業していて、場合によっては投資をしていらっしゃるみたいなお話もぜひお伺いできたらなと思っております。今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。